はい、じゃあラストのアイテムは、はい、コスメ。コスメ、コスメなかなか最近流行ってますからね。じゃあいきましょう。せーの、はい、はい。おお、ばらけてる。おうわあ、ゆうちゃん、それ何？これはリップです。あ、リップだ。リップ、ファブリックオーガニックっていうブランドなんです。もうここシャンプーとかも使っててすごい好きなんですけど、もちろんオーガニックって入ってるんで優しいっていうのもあるんですけど、香りとかアロマのところからのアプローチでシャンプーとかも出しててすごい好きなブランドなんですけど、これはちょっと色がついてるリップ。おー、結構赤い。え、つけてつけて。こういう感じなんですけど、うっすら、あー、血色、うん、ちょっと血色が良くなった。なんかオレンジ系とかもうちょっと赤っぽいやつとか3色展開してるんですけど、僕が好きなのはこのグレースフルピンクのやつで、これが一番なんか優しくて柔らかくて、メンズがつけてもここまでこうつけてる感がなく、血色だけすごい綺麗に見せれるっていうので、かなりおすすめです。はぁ、私は眉毛を描くやつで、デジャビュー、パウダーペンシルアイブロウのナチュラルブラウンという色で、両方開いてこっちがこう回すと出てきて、真ん中ぐらいの色でちょっと濃い茶色って感じで、でこっちがブラシになってるから、普通に眉毛ちょっと描いてこっちでこうなじませるのが1本でできて、足りないとこ埋めるっていうのでもいいし、もう描きたかったらがっつり描いてもいいしっていうので、溶かすだけでもこっちのブラシ使えるからおすすめかなと思ってちょっと出してみました。はい、はい、使ってみたら。え、いいですか。どうぞ。え、でもさ、眉毛描かなくて、眉毛描かなくていい。すごい眉毛描かなくていい。確かに。いや、もうちょっと描かなくていい。描かなくていい。いい眉毛。描かなくていい。描かなくていい。あれも別に描かなくて、もう。あれここら辺ついじゃん。描いて。あ、でも、使い方がわからないんで、ちょっと、この際教えていただきつつ。薄いなみたいな。ところ、ここ。これ、これ。あ、そんな。ここですか？に、どれぐらい描くの？なんか、グッて当てない方がいい。ちょっとこう、なだんでる感じで、ちょっと色。お、先輩。すごい！メイキャップアーティスト、モーリアさん。メイキャップアーティスト、モーリアさんですね。はい。これのやり方は分かったね。これでも上にやるんですよね。上というか、背中に。最初の方は、メロシアの方が上、入ってる方に。上にやるんで、あれをこうして、こう。そう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 。で、あとは寝かしながら寝かして。そう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 。へぇー。ちょっと寄りで、ちょっと、ビフォーアートアフター。出てます？右の左で。でも埋めるって感じ。埋めるって感じ。自分でやってやって。気持ちになる。こっちが書いてない方。左がね。こっちが書いた方。どうですかね。え、見たい顔。どうだろう。なってます。でもあんま塗ってない。ああ、でも全然違う。書いた方がいいよ。やっぱ眉尻の方が薄い人って多いですね。多い多い。ああ、それ書くだけで結構キリッとするんですか。でも簡単でした。そう。やってない。やってないから。もらってるから。え、反対自分でやってみなよ。ああ、確かに。せっかくだから。どうぞ。これあるから出してくれたから。北川さん、絵が上手。そうそうそう。ああ、そうですよね。美大生。うん。よし。綺麗になったと思います。あ、うん。やってみて。毛並みとかも。はあ、そう。でも、溶かすだけで結構違うらしい。かけてもすごい。おー、すごい楽。おー、できた。初めてでもできた。さあ。初めて。眉引き。眉引き。眉引き。はい、じゃあ僕は。これ僕は撮影で使わせてもらったこともあるんですけど、ウーのフェイスカラークリエイターっていう。BB クリームですね、男性用の、うん、日焼け止めも入ってる SPF30。 あ、すごい、それはいい。スキンケア効果も書いてあります。ものすごい今買う方がやっぱ増えてるらしくて、この男性用の BB クリームっていうものをものすごいいいんですよ、やっぱ中身が超衝撃的。あれ白い、白僕も、これ僕も光ってる、光ってる、ほんとなんか入ってる。え、見たい見たい、見つめて、てる、なじませて。これ、やって、それ映るかな、これ映して、映ってる、白い、そう、白い中に。これは、こうやって見て、なじませて、肌に。そう、肌色に変わる。おお、すごい。これは結構肌色で薄いベールができる感じだから、どの肌の色の人でも特に選ばなくて。そうですね、これは。そうですね、もう手に馴染んでます。メンズだとありがたいですよね。メンズありがたい。全然ね。へぇ、
これすごいよマジで。肌色補正もあるし、そう日焼け止めにもなるし、スキンケアもできてる、うん、読んでるよね。今日あれは衝撃でしたね、白いねぇ、そう、うん、それは超衝撃だった、すごい、うん、でも手も結構スベスベになってます。なんか毛穴とかなくなってない、あ、ほんとこっちの手のが美人な手の、うん、美人な手になった、ほんとだ、うん、すごい、おすすめですかね、やっぱ、うん、すごい、まあ、メンズメイク自体も増えてるじゃないですか。汚い肌で出かけるっていうのも、もうちょっと時代的には違うのかなっていうところもあるから、まあこの BB クリームぐらいだったらファンデーションじゃないし、最初の入りとしては日焼け止め感覚で使うと使いやすいかなって思いますよね。本当にしっかり伸ばせばつけてるかわからないぐらいの、ね、そう、ぜひ日焼け止めにも綺麗、今までのもメイクしてる感がないけど綺麗になってるっていうのがすごい初心者からしたら嬉しいですね。入りやすい、おすすめです。わあ、いろんなのがあるな。はい、じゃあ最後は僕です。はい、ちょっと欲張り見てね。わー、こちらがメイベリンポアプライマー01ナチュラルですね。メイクアップベース下地になります。下地、こちらはキャンメイクシェーディングパウダーの一番、へー、これはいろんな色があるんですけど、まあ一番濃いめの色です。これはシェーディングって言って顔を小さくしたりとか立体感を出すのに使います。で、これは下地で透明ですね。パテみたいな役割がある。パテ？手の毛穴なくなります。なんか肌色を使うのがまだちょっとなかなか勇気が出ない人とかは、毛穴とか透明でボコボコ埋めてあげて、そうすると光が当たったりとかした時にサラッとした肌に見えるので、これすごいおすすめです。スキンケアした最後とかにつけてあげると、蓋の役割もかなり強いので、パテだ、これはすごいおすすめです。何も指、あ、いや、ちょっとつけてくれ。無言で指出されてたんだけど、これね、あ、透明です。透明で、そう、塗るとこれはすごいおすすめ。サラサラ、これでちょっと気になるところ塗って、うん、まあ、それでも気になるところだけにこう肌色を足したりできるから、うん、そしてもう一つ、あ、こちらがシェーディングですけど、例えば肌色を塗った後とかのペット しちゃうのが嫌だとかあると思うんですけど、これは結構1000円もしない、600いくらかな、うーん、バーっとつけて一回手になんとなく出してあげて、うわ、じゃあ中川さんもやってみましょうか。どこ、あ、下によってこっち向いて、まあ例えばこのこの辺にちょっと、うん、こめかみら辺から耳の付け根、へー、下に輪郭に沿って、うん、そうですね、うーん、顔をちっちゃく見せる感じですか。そうですね、例えば中川くんだったら顎は細いくって、ここが顎は細い分ここが少し張って見えるので、ここにちょっとこういう目に、へー、肌もペタって見えるのを少しこう、うん、頬骨を見せてあげたり、あとは鼻を高く見せるのにここに入れたり、入れましょう、うーん、同じです。どうですか。あー、でもなんか鼻筋綺麗に見えますね、うん、なんかそんなに、うん、こうやりすぎみたいな感じだと大げさになっちゃうので、うん、こう目のこことここに、両サイドの目のここに入れてあげると、うん、ここが出て見えたりとか、うん、鼻がなったりこう入れて、すごい、うん、こう入ってます。へえ、顔の影になってるところに塗って、そう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 、凹凸が出るから、はい、そのすごい、肌色の方を綺麗にするというよりは影で立体をこう、明るい方を作っていくっていうのは結構女性的なんですけど、暗い落としていく方がメンズに馴染みやすいかなと思うので、結構、まあ、難易度高そうに見えるんですけど、これ1個あればサササササーって塗ってぼかせるタイプなので、これはおすすめです。へえ、すごーい、すごーい、シリーズトライしてほしいですね。はい、ということで皆さんのおすすめのアイテムをちょっと見させていただいたんですけど、うん、あら、どうどうおいおいバチバチしないで、どう、いやでも私もなんか使い方が知らないものとかまだあって、うん、修行が足りませんでした。じゃあ励むべきですね。でも前に言われんなんか、ドラッグストアで買えるやつでもまあ十分、うん、スキンケアも今は昔と違ってもうクオリティが高いから、うん、
全然どれを使ってもむしろこれが悪いですっていうものはなくって、うん、試しやすい、うん、値段もそんなすごい高くないから、うん、ちょっと使ってみるのには試しやすいのかな、うん、確かにちょっと使うだけで結構変わるっていうのがあるんで、うんうん、試しにどれか気になったのでもいいんで使い始めてみたらそうですね、ですかね、うん、感想とかコメントにいただいて、うん、はい、はい、欲しいですね、欲しい、ぜひぜひでね、うん、チャンネル登録もしていただいて他なんかありましたっけ、高評価、いいね、グッドボタン、グッドボタン、あと近くのね、これを見て薬局行ってもらえたら、ね、嬉しいですね、それ嬉しいです、もう本当に使ってほしいですね、ね、使ってほしい、ちょっとの差で、うん、今すぐ駆け込んでほしいもん、スマホ持ったまま楽しんでほしい、見ながらね、見ながら、確かに見ながら買ってほしい、よろしくお願いします、お願いします。